本当はめちゃくちゃ太ってるから、ワイホめちゃ太ってて、チート使ってますか、はい、でも一番凶悪なのはアリケンさんですか。あ、もう圧倒的にだね。白い粉とかを食ったりするしね。はい、クリスで遊ぼうとお願いします。はい、大文字で ANAI アナイでお願いします。これやるとね、女の子にモテますし、4秒以内に打ったらスイッチで4万 FPS 出ます。今マーマンがとても悲しんでます。5秒以内にチャンネル登録高評価をするとマーマンが泣き止むよ。みんなチャンネル登録高評価ありがとう。マーマンがまあまあ暴れてるよーということで本編レッツラゴー。え、本物っすか。いや、偽物っすね。やばめっちゃ嬉しい偽物なんだよ。あー、偽物か。え、やばい、やばい、めっちゃ嬉しい。待って、ちょっとなんかこ、そ、え、今お風呂の中いる。え、いません、いません。でもめちゃくちゃこもってるよ、これが。いや、急に無言になるやん。あ、じゃあ俺の声は聞こえてんのかな。オッケーオッケー。いや、緊張する。大丈夫大丈夫。そう、さっきまでやってたでしょ一緒に。いや、なんかまさか本物とは。いや、本物じゃないから。初めて有名な人と。あ、ごめんなさい。あ、全然いいよ、大丈夫よ。めっちゃ緊張する。緊張しなくていいんだよ。いや、いつも動画とか見てくれてんの？俺のチャンネル。あ、めっちゃ見てます。あ、チャンネルとか。はい。あ、配信とかは。あ、見てます見てます。え、見てるんだ。はい、はい、見てます。本当に見てる。あ、見てますよ。あの、あ、うん、前のワイルドホークくんとかの、あのトリオのデュオか、デュオのやつとかやったっけな俺。あ、それワイルドホークの配信やね。それは俺の配信じゃないよね。俺のこと登録してくれてる？しっかり。あ、しますします。本当かな？マジで？通知とか行くようになってる？あ、行きます行きます。あ、そうなんだ。アリケンサーバーのみんなのやつは大体通知オンですね。はい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 。通知来なかったのかな？くっそー。あー、なるほど。あ、なるほどね。あ、なるほど。え、俺のことじゃあ結構好きなんだ。めっちゃ好きっす。じゃあ生配信とかも欠かさず見てる感じ？あ、はい、結構見てます。ああ、マジで。もう通知やったらすぐ行っちゃうみたいな。あ、そうです。嬉しいなぁ。うまいなぁ。じゃあ結構チェックしてくれたんやね、配信。はい、嬉しいなぁ。名前なんて言うんだっけ。コウキくんいます。コウキくん。はい。コウキくんは何歳なの。15です。何何、ね、ちょっと聞こえないんだよね、そのちょっとこもっちゃった。あの子がでかさます。ここで帰るのずるくね。もう聞こえますよ。はい、ごめんね。なんかね、音質がね、本当にマイクの方かな、マイクの方が悪くて、多分殴ったりしすぎて壊れてるんですよ。殴らない、そんなもの。うまっ。うまいね、今のうまいね。あ、ないぞ。え、はい、YouTube とかやってないの。あ、やってないです。こういうのに出たいなと思ったことある？ YouTube とか配信とかに。あ、何度か出たいなと思ったけど、なんか。ああ、そうなんや。え、じゃあこれ動画とかにしてもいい？あ、全然全然いいです、全然いいです。してほしい、むしろ。あ、はい。あーね、コメントするんで。あ、そうしたら嬉しいんだ、やっぱコメントするんだ。7対1でボロ負けした僕です。7対1 おー、うまっ。あ、ないぞ。なんか俺に聞きたいことないの？なんでもいいよ。オフなのね、今ね、俺ね。あ、はいはい。なんでも教えてあげるよ。じゃあ、うん、動画を撮ってない時の、うん、アリケンサバの感じってどんな感じですか？あー、もうね、ひたすらもうアリケンが文句言ってるみたいな感じ。動画撮ってない時はね、アリケンが子供たちに金をこせってせびったり、あ、ひどいもんよ、マジで。意外と優しいのが VDK、はい、VDK はもうマジで優しくて、そうやって VDK もそのアリケンにはもう怖がってるんだけど、でもその中にでも VDK だけは子供たちの味方をしてちゃんとね。でもそのアリケンはその VDK をもね、指詰めっぞとか言ったり、本当にひどい、あいつはマジで。普通にあの
あの白い粉とかも売ってるしね、ハリケーンは普通に。おーおーおー、やばいやばいやばい、ほんとこれ裏だから言うから裏だから言うやつね、これ。ちなみに、うん、いやーマジでね、俺もどうにかしたいんですよね、ほんとに。おお、その世の中には巨大な悪ってのがあって、やっぱそこに立ち向かうのが正義のヒーロー。まあ、まあ、アリケンサーバーで言ったら VDK とか俺なんだけど、もう本当に、もう組織化しとるんじゃないかな、あのエグさは。あんないぞ。あとはなんか誰かの裏とか聞きたいのない？裏の話しようか、裏の話。あ、裏、リズ君は、うん。こんな感じですか、いつも。あー、昔さ、ショーゴマウサーって言っとったやん、リズチは。あー、言ってました、言ってました。で、今もう18になったやん、急に年取ったやん、5歳ぐらい。ああ、そうっすね。で、実は、はい。28歳ね、あいつ。まあね、みんな騙されてると思うけどね、結構大人よ。あと、ファイヤーは女の子ね、実は。あんないぞ。アリケンサーバー、まあ、イメージやからさ、こういうのって。ああ、確かに。そうそうそう。みんな当たり前のように十何歳と思っとるかもしれんけど、アリケンのこともいいやつやと思っとるかもしれんけど、はい、実は一番怖い VDK が一番いいやつで、はい、アリケンみたいなあの笑顔をね、あ、なんか七福神みたいな顔しとって、本当にえげつないことしてるから、はい、あいつは。あとはザンギくんとか。だザンギ、あーザンギがね、ザンギはあの裏を持ってない裏を持ってなくかわいそうなやつ。あんないぞ。あとは、あと誰の裏の印象聞きたい？何でも答えるよ。ルリくんすかね。あールリはね、めちゃくちゃ熱くて、なんかもうアリケンサバの全員を応援してるのよ、普段は。もたつくなれよっつって言って熱さが足るねえよっつって、すごいみんなを鼓舞してる。もう松岡修造より熱いんじゃないかって言われてるぐらい。あんないぞ。あとマウフィンっすかね。マウフィンって、あー実はマウフィン、はい、最近はもうあの音楽家になろうっていう意志が強いらしくて、あ作曲してる、ポエムとか書いてる最近は。口癖がだって人間だものっていう感じで、あのマウオみたいな感じでやってるね、基本は。いや、うまっ。あんないぞ。まあ、あとはどんな感じ聞きたい人全部。あとワイホ、ワイホくんすかね、ワイルドホック。あいつさ、あいつ顔出ししてんじゃん、はい、あで、ね、外人のイケメンの顔でさ、顔出してんじゃん、はい、本当はめちゃくちゃ太ってるから、ワイホめっちゃ太ってて、チート使ってます、あいつは。あ、やっぱり。正式、正式、これは。まあでも、あのやっぱ裏でもうざいなって思う、普通に。うん、あそんな感じかな。ここは誰か気にならんの？あれ、シュンシャンとか。あ、シュンシャンは、シュンシャンも、シュンシャン実は、あの、はい、46歳独身の、あ実はね、実はやないけど。あスナイパーうまいのありゃん。これ実はこれ言っちゃっていいのかな、これ絶対言わないでよ、向かい側のマンションこうね、望遠鏡で覗いとったんだって、はい、すごい距離だな。そう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 。お、でもそれをもう的確にその女性の部屋だけを狙ってたらしいの。ああ、それでそしたらスナイパーうまくなってたんだって、はい、うん、だからあの SNSS とかも、そうそうそう、めっちゃ抜くでしょ。で 別、はい、別の意味で実はその そのマンションのそのねリアルで別の意味で抜いてたよっていう。あんないぞ。あとはうんいいよ、誰でもいいよ。じゃあペガちゃんで。あペガサさ、実はめっちゃ学校行ってて医学生。あはい、小竹さんダメだったんだけど、はい、結構優秀で、なんだっけな、スタップ細胞ってあるじゃん。あ、あります。見つけました、あの人が。あんないぞ。じゃあ次は、うん、なになに、キューちゃんで。あーキューちゃん、ちゃんはね、おっぱい4つあるの、あの子実は実はね、そうなんや、ね、でも違う、もともと4つあったとかじゃないのよ、付け足したパターンなのね、あいつは。あった方がいいよねっていうことで、たくさんあった方がよりいいよねみたいな、なんかおっぱい多ければ多い方がいいと思ってる、あの考え方みたいで、キューちゃんって。ああ。そうそう。だから今4つかな。5個目いこうかなって、来年の頭にはって言ってた。ガチ勢だ。そう、ガチ勢、おっぱいガチ勢。おっぱいを多分、軍事力と思っとると思う、多分。おっぱいのことも軍事力。おっぱいがいっぱい。まあ間違ってないよね、軍事力という考え方はね。あとなんかある？俺のこととかでも全然いいんだけどね。あ、じゃあ、うん、アリケンサワーの中で、うん、
わ、なんかちょっとイラつくなってこととかあります？その通話にいて、あ、なんか、なんか腹立つなみたいな。いやもう、これはね、絶対言わないでよ。あー、オッケー、そうです。絶対言わないでよ。いやもうなんかちょっと、でも殺されるかもしれないから言えないな。あ、絶対言わないっていう、あの、あ、約束できます。約束できる？できます、できます。まあ、アリケンが喋るためにはいちょムカつくなって思って思ったりするけど、結構重要っすね。そうそう、あ、でも殺されちゃうから言わないでね、絶対。 あいつが一番力持ってるから、マジで。いやあんないぞ。あとは誰か聞きたいのはいる？真空くんで。あーね、真空、猫くんの弟じゃん、はい、あー、弟っすね。だから世間的には弟って言ってんだけど、実は真空の、あの、子供が猫くん、はい、チンコお父さん、実は逆、実は逆というかもう息子、チンコは実は。あ、そうやね、せやねん、せやね。動画ではお兄ちゃんお兄ちゃん言ってるけど、ああいう方が多分いいからって。あ、おーおーおー、ナイス。実はチンコ、チンコがお父さん、はい、あー、うん、で俺がお母さんね。俺がお母さん、あー、やっとくだな、これは。だから猫くんの母、俺実は。ああ、だからあれですかね、あんま顔出しとかはしないですかね。そうだね、ちょっとやっぱりバレちゃうからね、性別がね。確かに、うん、で、名刺が、名刺は、はい、あれだよ、あの、近所の隣の人、俺とシンクの家に隣に住んでる人が名刺。めっちゃ金持ち。ただの金、おー、知ってるかな、姫路城って知ってる？姫路城って。なんすかそれ。兵庫県にあるお城なんだけど、はい、あれを持ってる人、名刺は。すごっ。そうだよ、すごいんだぜ。いや、次は、うん、じゃあ、ラズエルさんで。ラズエル？あー、はい、これ、ラズエルのキャラって知ってる？そんな、どういうキャラなんすか？あー、ちょっと、男の子が好きっていうキャラクターなんだけど、あっち系ってことですか。実はその男の子じゃなくて、はい、毛むくじゃらなおっさんが好きらしくて本当にあの体毛で、あの、何も見えないよみたいな。要はなんか体毛が濃ければ濃い方がなんか燃えるんだって、はい、ラズエルって。で最近はなんかもうゴリラじゃないといけないって言ってた。もう、ああ、もう、もうなんか毛深いとかじゃないんだと思って、もうなんか毛に恋してるみたいな。人間とかじゃなくて、もう毛に恋してる、もうラズエルは。人じゃなくなったってことですか。そうだね。人ならざるものになってしまったのかもしれない、ラズエルは。じゃあ次は、ライトさんで。あー、ライトは、実家たこ焼き屋。本当にありそうだな。実家たこ焼き屋。実家たこ焼き屋だから。結構繁盛してるんすかね。ああ、もうすごいよ。人気店じゃないかな。佐賀で。佐賀県で人気、大人気店。案内が。ああ、あとは、あ、ボブとかは。ああ、次は誰かな。ボドカさん。ああ、ボドカ。まあ本当にとてもいい人で。ああ。なんかそもそも。なんかいつも口癖のように言ってるのは、はい、核の話をする、核兵器の話。あ、核は戦争を、要は核抑止論って知ってる？なんかそれ。核を持ってることによってその戦争がなくなるんじゃないかみたいな、そのために核を持つみたいな、そういうなんかその戦争をなくすみたいな論争があるんだけど、そのことに深く、はい、もう研究してるんじゃないかなっていうレベルで。すげえ。もうそう、口癖はラブ&ピース。なんか、ラブカに変えようかなって言ってた、名前。ラブカ？ラブカみたいな。ちょっとなんか、それは、それに、そこに愛はあるのかみたいなのが口癖になってますから。そういう意味でラブカみたいな。うん。もうね、なんか考えてるらしいけどね。すげえな、ボドカさん。だから、でもちょっと、たまに意味わかんないけどね。そこに愛はあるのかっていう時にラブカって言われる。それラブカ？どうもラブカです。なんか誤解されそう。これもなんかこれ言い過ぎると怒られちゃう気がしてきた。あ、でも一番凶悪なのはアリケンさんですか。あ、もう圧倒的にだね。白い粉とか売ってたりするしね。本人はハッピーターンの粉だって言うんだけど。ハッピーターンの粉。ハッピーターンの魔法の粉ね、あの癖になるね。あ、でも俺は信じてない。案
他には、うん、もうない。ボブくん。あ、ボブくんね。はい。え、ボブくんのイメージどんなイメージ？なんか、うん、下ネタ言ってる赤うまいパッドくんみたいな。あー、実はあの、はい、ボブくんパッドじゃないから、そもそもね、そもそもキーマウね、そこからまずあの間違ってて、で、ボブくんがあめちゃくちゃハーフ。あー、ボブくん逆に。そう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 、インドとネパールのハーフだから、ボブくんは。めちゃくちゃカレーにこだわりあるのよ、ボブって。本当に香料から全部こだわってカレー作るタイプ。すげえな。そうそう、やっぱ父と母のね、やっぱその血の問題なのかな。口癖は、なんだけど、タージマハルだっけな、確か、そんな感じだったと思う。すげえな、ボブくん。ボブくんすごいよね。めちゃくちゃ濃いよ、顔、実は。あんな醤油顔じゃん、ボブくんって。あっさりした顔じゃん。だからすごい、すごいね。眉毛とか80センチくらいあるんじゃないかなっていうぐらい長い。ナイス。あんないぞ。いっぱい聞けたな。はい、はい、ということでね。はい、いろいろ聞きましたけど、はい、配信してました。知ってたかな？え？本当に知らなかったの？まあ、知りません。それにしてはなんかノリよく聞いてくれてたけど。緊張しすぎて、戦うにだけ集中して、携帯見てますよ。あ、そうなの。はい、ありがとう。すごい面白かった、はい、なんか全部すんなり飲み込んでくれてる。え、そうなんですかみたいな感じで聞いてくれて楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。またね、はい、バイバーイ、はい。